都市及び人志カウンティは地方行政に使われるイングランドの行政区画の4階層の一つである。数回にわたる立法の結果、この階層には現在複数の行政区分が混在している。現在の都市及び人志カウンティという行政構造は1974年4月1日に発行し、同時に行政カウンティとカウンティバラは廃止された。 クレーターロンドンは1965年に別の法律によって創設された。1990年代に新しいタイプの人種カウンティ、すなわちカウンティとディストリクトの機能と権限をまとめた単一自治体が創設された。既存の人種カウンティは単一自治体との区別のためシャイアカウンティと呼ばれるようになった。詳細は EN。 ローカルガバメントアクト1972を参照1960年代の終わりまでにはイングランド及びウェールズの地方行政機構に改革が必要であることがはっきりしてきた。ハロルド・ウィルソンの労働党政権は大規模改革の提案を目的としたレド・クリフ・モード委員会を設置した。委員会の報告書はイングランドのほとんど全域で地方行政機構の二層構造を廃止して 既存の行政区画を無視しむしろ地理的境界を優先した58の単一自治体を設置して地図をすっかり書き換えてしまうことを提案したマージーサイドサウスイーストランカシャーおよびノースイーストチェシャーバーミンガム地域の3都市地区では3つの都市地区に20のディストリクトレベルの行政体を設置するよう想定されていた時の野党であるエドワードヒース率いる 保守党はこの提案に反対した。保守党は1970年の総選挙で勝利を収め、独自の地方行政機構を定める作業に着手した。これにより単一自治体という概念は放棄され、イングランド及びウェールズ全域は一様にカウンティとディストリクトへと分割された。イングランドでの新区画は基本的には伝統的カウンティを基範としていたが、都市部以外では 抜本的な地区再編が進められた地域もあった。地方行政再編の結果として、誰の中性にも影響はなかろうとの再三の政府からの保障にもかかわらず、地方からの強い反対が上がり、最も過激な変更は取り下げられた。政府が固執した点の一つは、規模の小さいカウンティの統合である。ラトランドとヘレフォードシャーの存続キャンペーンは不守備に終わったが、 ワイト島はその伝統的カウンティであるハンプシャーに編入されたものの地理的隔離ゆえに独自のカウンティカウンシルの維持を認められた。この地方行政法は1972年に議会を通過しイングランドのカウンティ並びに都市ディストリクトを規定したが、一市ディストリクトについては規定がなく、すでに活動を始めていた協会委員会によって規定された。都市カウンティは 以下の通りである。それ以外の主要な変更点は以下の通りである。詳細は EN ローカルガバメントアクト1985を参照1986年サッチャー政権は中央政府での論争に続いて都市カウンティカウンシル並びにグレーターロンドンカウンシルを廃止したがカウンティそのものは法的に存続した。詳細は EN ローカルガバメントコミッションフォーイングランド。参照1996年4月1日から1997年4月1日まで1997年4月1日から1998年4月1日まで1998年4月1日。以降1990年代、カウンティバラは新名商単一自治体のもとに再編され、イングランドの行政地図は大きく変化した。 再編は数字にわたって行われた。1995年4月1日、ワイト島が単一自治体となった。かつては、ワイト島カウンティカウンシルと、メディナバラカウンシル、サウスワイト、バラカウンシルよりなる2層構造であった。同日グレーターロンドンとの境界にある、サリーナラビに、バッキンガムシャーの小地域がバークシャーへ移された。1996年4月1日、 人口の少ないボン、ハンバーサイド、クリーブランドの3カウンティが廃止され、各地域は単一自治体に分割された。同日、ヨークが拡張の上で、ノースヨークシャーから分離された。1997年4月1日、ボーンマス、ダーリントン、ダービー、レスター、ルートン、ミルトン・キーンズ、プール、ポーツマス、ラトランド、サウスハンプトンの、 各ディストリクトが単一自治体となった。また、ブライトン及びホーブディストリクトが併合されて、新しい単一自治体ブライトンホーブとなった。1998年4月1日、ブラックプール、ブラックバーンウィズ・ダーウェン、ハルトン、メドウェイ、ノッティンガム、ピーターバラ、プリマス、スウィンドン、ストックマイナスオン、トレント、サウスエンド、オンシー、テリフォード・ドレキン、東米、 さック・ボリントンが単一自治体となり、ヘレフォードウスターが廃止され、ヘレフォードシャー単一自治体と、ウスターシャーシャイアカウンティに置き換えられた。バークシャーは6単一自治体に分割されたが、法的な廃止はなされなかった。単一自治体都市カウンティ、カウンティカウンシルを持たない、一市カウンティ、行政地区かつ、リージョン詳細は、EN、メトロポリタンカウンティ及び、都市州を、 参照都市カウンティは、グレーターマンチェスター、マージーサイド、サウスヨークシャー、タインオイア、ウエストミッドランズ、ウェストヨークシャーである。典型的人口は120万人から280万人。これらカウンティのカウンシルは、サッチャー政権により、実際的な理由というよりは、政治的事情により1986年に廃止されたが、法的にはまだ存在している。 これらは行政上や地理上の目的で使われ、現在でもセレモニアルカウンティである。かつてのカウンティカウンシルの権限のほとんどは都市バラに移譲されているが、緊急サービス、市民防衛、公共交通については現在でも都市カウンティレベルでの連合体によって運営されている。詳細はグレーターロンドンを参照グレーターロンドン行政地区、並びに、 グレーターロンドンカウンシルは1965年に1963年のロンドン行政法に基づいて創設された。グレーターロンドンカウンシルは1986年に都市カウンティと同時に廃止された。2000年以降、グレーターロンドンに公選によるロンドン議会とロンドン市長が置かれ、イングランドのロンドンリージョンを構成している。シャイアカウンティ、編集詳細はシャイアカウンティび EN, シャイアカウンティを参照シャイアカウンティは複数のディストリクトからなる一市カウンティである。名前がシャーで終わっていると限らない。シャイアカウンティは35ある。バークシャー以外のすべてにカウンティカウンシルがある。カウンティカウンシルを持たないバークシャーを除外するためにシャイアカウンティということもある。典型的人口は109,000人から140万人。単一自治体。 編集詳細は、イングランドの行政区画、単一自治体及び EN、ユニタリーオーソリティを参照単一自治体はカウンシルを一つだけ有する地区である。そのうち40が等しカウンティと地域的に一致している。これらのうち39はディストリクトカウンシルを一つだけ有し、カウンティカウンシルは持たないと定められている。ワイト島は法律上はカウンティカウンシルを有し、 ディストリクトカウンシルは持たないが、実際上は同じことである。バークシャーのディストリクトは単一自治体であるが、カウンティとしての地位はない。シリー諸島は、行政上は、コーンウォールの一部ではないが、これらはカウンティを構成してはいない。アーノルド・ベーカー、C、ローカルガバメント・アクト1972、ジョーンズ、BR、ポリティクス・ U.K. エレコック、H、ローカルガバメント、 ハーマジェスティーズステシャネリーオフィス、アスペクツオブブリテン、ローカルガバメント、ブライン、T、ローカルガバメントインブリテン、ジョーンズ、BR、ポリティクス UK。ありがとうございます。